こんにちは、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして。お久しぶりの方は、お久しぶりです。ホビドワです。今回はこちら、アースドーン。今作、確か日本語版の名称が、アースウォーズだったかなになっているはずです。PS4 などで配信されているゲームのはず。の、今回は PC 版なので、PC 版の方はアースドーンという名称になっているので、そちらの方で進行したいと思います。日本語化は、普通に PC 版でもね、この通り、ラングエージで、日本語化選択可能になっています。今作、横スク 2D アクション RPG ということで、RPG 要素としてアイテムの作成、強化、スキル、レベル要素など盛りだくさんになっているゲームです。ちょっと絵柄が、キャラクターのドット絵がデフォルメされていて独特な感じなんだけど、それも今回ちょっと見ていきたいと思います。ということで、プレイしていこうぜ。ということで、ニューゲーム。で、今回ね、こんな感じで、ゲームの音量の調整のために、こちら一回プレイさせていただきました。これをリセットするぜ。ここで、はい。ストーリーの方は見てな西かったんだよね。暦2020年、地球に突如未知の敵対生物イーバが襲来。いいば。その強大な攻撃により、世界各国は次々と壊滅。アメリカの大地もその7割がイーバの巣となった。現ほうほう。存する兵器全てがイーバに対し効果を示さず、一方的な蹂躙は続き、疲弊しきった人類は滅亡の危機に瀕していた。しかし、ついに人類は一つの対抗手段を手に入れる。イーバの体組織と金属を結合させた生体武装を開発。この武装を改造手術で組み込んだ特殊強化兵部隊、アンチが誕生した。アンチだっアンチて？の指導により、人類は初めてイーババロン級を駆逐することに成功。この戦果をきっかけに、人類は大規模な反抗作戦に乗り出して、アンチという新たな力に望みをかけて。という感じのストーリーになっているようです。あのポニテは大丈夫なのか？なんか武器として使えそうなんだけど、この子。まあ、という感じのゲームになっています、ストーリー。もう、エイリアンに侵略されてるんだね、すでに。さて、女性キャラが可愛いんだけど。まあ、ここは納期なので、野郎を使うとするか。みんなも期待してるんだろう？ということで、どれか選んでみようか。おっさんか。もうちょっと渋いやついたらおっさんにするんだけど、こいつ吸血鬼だろ。いそうだよね、これ。あれ、脇役で途中で死んじゃうやつだよね。実はいいやつみたいな。そういう顔してますよね。こいつが気に入ったので、こいつ行ってみよう。ボイスのタイプ。なんだ今の声は。 これだろう。これで行こう。コントロールタイプ。ああ、操作方法が違うのか。A を素早く2回押すことで出すタイプ、ブースト。RT で出すタイプ。これにしておこう。で、これで。さて、ストーリーの途中あんまり話さないようにしようかな。さっきいきなりストーリーが始まってしまったので、あれなんだけど。ということで、イエス。そんなに頻繁に挟まないだろ、ストーリー。ほら、早速来た。ジェフリー・ハーワイ。地球連合軍こ創れよ始。り諸君に本作戦の概要を説明する。作戦名はオペレーション・ドーン・オブ・ジ・アース、地球の夜明け作戦。これは世界各地に存在するイーバ生息圏、通称ネストのうちの一つ、アラスカ・レスト内に位置する敵エネルギー輸送プラントを鹵獲し、イーバ母星へ侵攻することを目的とした大規模作戦である。ほほ？本作戦はニューヨーク、ウィスコンシンを攻略し、カナダを経て最終目的地であるアラスカ到達を目指す。特殊強化兵部隊は第7艦隊の砲撃開始と同時にニューヨークネスト上空から強襲を敢行。全隊員の降下を確認後、ニューヨークネストの中心グランドターミナルを占拠するバロン級イーバケルベロスの討伐へ向かえ。それでは諸君らの奮闘に期待する。規模地がべたを這いずり回るだ半けの端じゃこないとはな。おしまいだ。死をかけ、敵を見つけ、奴らを殲滅する。了解しましさあ、た。人類反撃の狼煙を上げろ。反撃ののろし、メインミッション。破壊された市街地。全体、こちらビクター1。全員の降下を確認した。現時刻よりグランド LS でター移ミナ動、ルに向 A でけジャンプ。進軍を開始せよ。全部読めなかった。ダッシュはここと。
ダッシュはあのブーストと書かれてるやつだね。んー、あの3はなんだろう。攻撃がこんな感じ。上ボタンを押しながら攻撃をすると敵を上に跳ね上げる、勝ち上げるような攻撃ができるようだね。下ボタンを押すとこの回転攻撃、空中では空中でも似たような行動ができるね。と先ほど序盤で言っていたけど、こんな感じ、キャラクターがちょっと独特なデフォルメをされてるんで、上半身大きくて下半身が細いというか。気化細胞、イーブの体組織が気化した細胞です。取得することでキャパシティを増やすことができます。キャパシティとはスキル設定に必要なポイントです。たくさん回収することで多くのスキルを設定できるようになります。ということで、ステージ内に配置されているこれらを入手することによって、おいおいスキルとかをいろいろと装備できるようになるんだな。てか敵怖え形状してるな。適正生命体イーバと、イーバでいいんだよね発音、イーバと接触しました。以後接敵状態となります。接敵状態に入ると移動範囲が制限されます。イーバの周辺のイーバを全て倒すことで接敵状態は解除されます。おっと、もちろんです。なんだ今の、活性結晶でいいのかな。活性結晶はイーバの体液が空気に触れることで生成される結晶です。主に武装の作成や強化に必要なエネルギーとなります。活性結晶は戦闘でイーバを倒す以外にも不要な素材を分解することで入手が可能です。イーバを倒すとイーバ素材を取得することがあります。集めた素材を組み合わせることで新たな武装が開発できます。1体のイーバから複数の素材が取得可能です。レア素材を落とすこともあるので、できるだけ回収しましょう。ただ自動で回収してるっぽいから、あんまりそこら辺は気にしなくていいかな。敵の HP が赤い時に攻撃を当てると、あの必殺技のような感じになるのかな。お、ランクもあるね。スコアは何だろう。あ、尻尾がどうのとか、足がどうの、結晶の大きい塊がどうのみたいなの下に出てるね。モンハンか違うけど。ということで、これを使用してアイテムを作っていくんだね。で、やはりあれか、生体兵器だったかな、名称違ったかも。敵の素材を使うことによって敵にダメージを与えられる武器を作成することに成功したらしいからな。デストロイアタック、敵が瀕死状態になったらデストロイアタックのチャンスです。 HP が点滅している敵に近づき X ボタンを押すことで発動します。デストロイアタックは残り HP に関わらず一撃でとどめを刺すことができます。この方法で敵を倒すとごく稀にレアな素材を落とすことも。禁止のイーバにはデストロイアタックだ。とどめの一撃を見舞ってやれバックグラウンドが邪魔だったね今、全く見えなかった。レベル上がったぞ。おっと危ねえ。あの HP 減ってるのはレベル上がったことによって上昇した分だよね。おっ、おお、敵がさらに出現したな。まあ序盤ということもあり、敵があんまり攻撃してこないのが幸いだな。あ、緑色の素材さっきゲットしたかな。下の表記が緑色だった素材があったと思うんだ。多分あれがレアな素材ということだろうか。ステータスとかも見れないのか。うーん、マップしか見れないな。コンプリート 1%。 1%? ああ、あの X マークがボスか。目標のエリア、目標のアイテム、目標の敵、救助者。救助者というのは分からんな。今のところは何もできないようだな。 B ボタンなんだろう。 B ボタン何もできないんだけど今。なんか後で追加されるのかな。 LT ボタンと RB、 LT ボタンと LB ボタンも現在は使用不可能ですね。例によって例のごとく Xbox One のコントロール使用しています。うわー、お前ら深き者どもだろう。倉庫の硬い間はブレイクゲージを削ってブレイク状態にしましょう。銃などテック値の高い武器で攻撃すると効率よく敵のブレイクゲージを削ることができます。ここのテック値というのは、一回このステージをプレイしていて、調整のためですね、音量を。このステージクリアまで行ったんですけど、おそらくあれなんですよね、銃火器が高いっぽいんですよ。銃などってここ書いてあるけど、もしかしたらあとあとこの剣とかも強力なものが入手できるのかもしれないけど、現在初期で装備されているものは銃の方がテク値は高いみたいですね。ということで撃ちます。その代わり銃はご覧の通り威力が低いんですね。なのでこのテックを削る以外の用途ではあんまり使用できないかなという。直感で操作してるのであれなんだけど、コンボかなりできるんだよね今作。あとこいつも使ってる銃があれだな、ギアオブウォーっぽい感じがするんだけど、俺だけだろうか。
スキルゲット、ソードマスタリーレベル1。これおそらくだけど今作こんな感じで戦闘をこなしていって使用している武器とか熟練度みたいなのがあるのかもしれない。そうするとスキルが入手できるんだと思う。前回も入手したんだけどタイミングが違ったかな、もうちょっと先の方だった。で確か10マスタリーというのも入手できたかな。あ、今下ボタンを押すと下ボタンで飛びはスライディングができるよっていうのが出ましたね。てっきりこうやってずっと最初は回避するのかなって思ってたんだけど、この回避ボタンどっちかっていうと使い方違うみたいね。ただこの敵が銃撃ってくるからなかなか攻撃避けられないんだけどね。実はよいしょ、デストロイアタックは自動で出てくれるからいいよね。さあ食らえ、クリティカル要素もあるんだ。うん、素晴らしい。あの赤い結晶のようなものがアイテムでいいのかな。ちなみにこの後ろに控えている私の仲間なんですけど全く役に立たないですよね。何もやってないこいつら。さすがモブ、せめて戦闘参加しようよブラザー。あと気になったんだけど左上のレベルの下にって書いてあるところですよね。レベルの下じゃなくてレベルの枠の中がやっぱり敵倒すと増えてるっぽいんで、あれが満タンになるとレベルアップかなだと思うんだけど。破壊された市街地、はい、空飛んでる敵だよ。ほい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 、ブーストなどで空中に行けるっていうのがいいよね。かなり爽快なんだけど攻撃するのが今作。コンボとかももしかしたら後々入手できるかもしれないね。追加で帯電した鋭利な何鍵詰め間に合わねえや。まあ画面内にずっと出られててもちょっと邪魔になってしまうからすぐ消えてくれるのはそれはそれで助かるんだけど。休んでる暇はないぞ。敵に囲まれたらそれで切り抜けろ。他のキャラクターは何やってるんだろう本当この状態で。実は戦闘を向こう側でやってるんだろうかこいつら。絶対サボってるだろう誰がどう考えても。そういえば銃の弾薬なんだけど時間経過で自動で回復してくれるっぽいんだよね。あとは撃ってゼロになるとかな、それっぽいんだよね。しかし敵が2体いると本当困るな。スキルゲットガンマスタリーレベル1、やっぱそうですね。でここをクリアすると、まあちょっとネタバレになってしまいますがスキルの設定ができるようになるっぽかったので、そこでどういう効果なのか見てみよう。ちなみにスキル設定していません前回だから、どんな感じなのかよくわからん。あ、ランク C だった。どんな感じなのか実はちょっとわからないんだよな。というのもストリーク前に音量だけ調整してやめちゃったんだよね。ちなみに今回が初プレイなので音量が高すぎたり低すぎたりしてしまった場合はコメントいただければ随時修正させていただきます。これこういう風にしか集められないのかな。キャパシティ左上の方を見るとキャパシティ 0.02 増加って出てるっぽいんだよね。少ないよね 0.02 って。せっかく削ったというのに逃げられた。奥の方に行きやがって気に入らねえな。おっと、こんな感じでいかがだろうか。おっとで、こうだ。腕を切り落とす。 S ランク、お、いいね。これ唯一の難点としては画面近いよね。もうちょっと離れててもいいかなという気はするね。画面モッドとかないんだろうか。ちょっと全体が把握しにくい。グランドターミナル構内にバロン級の反応あり、発見次第殲滅せよ。バロン級、ああ例のケルベロスとかいうやつだったかな。ちなみにボス戦一応やったんですけどなかなか歯応えがある面白いボスですよ。こいつです、でかい。子犬ちゃんの登場だ。
いがってやれ。まずは左右の首から破壊しろ。左右の首からとのことだ。能力があるっぽいんだよね左右の首なので、先に破壊してしまおうか。生臭いなんじゃらをゲット。何入手したんだろう、よく見えんかったわ。おっとだよね。さて、あとはこいつを始末するだけだ。ちなみに行動パターンなんだけど、一度ね、一度やっていることもあり、ちょこっと分かっているっていうのがね。やばい、ダッシュがない。ブーストエンピティって出てますが、ほんとほんと、ちょっと困るわ。こんな感じでいいのかな。あ、やべ、避けるなら右だろ、そこは。ダッシュ残り一つなんだけど。おっと、ちなみに銃撃つのあんまり効かなそうなので撃ってないんだけど。デストロイアタックで敵にとどめを刺すと HP が回復することがあります。 HP がなくなりそうな時はなるべくデストロイアタックを狙いましょう。了解した。あ、クリーンヒットしたのか敵の攻撃が。デストロイアタックで表示されるボスや一問敵がデストロイアタックでしか倒すことができません。はい、よっと。とこんな感じだろうか。レベルアップ、生臭い体液入手。 HQ、こちらビクター1、バルンキューイーバー、ケルベロスの沈黙を確認した。諸君、ご苦労。回収部隊を要請した。まずは次の作戦まで待機とする。とのことだ。で、ミッションのリザルト画面が表示されます。お、ランク S、 なかなかいいんじゃない。ニュースキル、アタックプラス1を取得しました。ミッションスキルコンプリート。ミッション何、ミッションスキルでよかったのかな。で、これ前回も実はもらったんだけど、多分あのゲームのストアページ内にあった説明から察するに、各ミッションで A ランクから S ランクの間、まあ A か S を取ると、その各ミッションごとにスキルが一つ入手できるらしいんだよね。これはやり込み要素としてなかなか面白そうだよね。クリアボーナス、シリコン樹脂が支給されましたとのことだ。先の戦いご苦労。ニューヨーク奪還作戦は成功。これにより人類は反撃への第一歩を踏み出した。以後このアンダーグラウンドネットワークをウィスコンシン攻略に使用する。地下網内の敵残存勢力および地形確認の調査を。歩兵第三大隊および偵察小隊は先行して地下網調査を開始せよ。特殊強化兵部隊は次の任務に備え自身の強化に努めるよう。エディ・ウィルソン少佐。分かっていると思うが、我々アンチの装備は特殊な生体武装だ。故に一般兵とは違い、武装の配給は行われない。より強力な武器を得たいなら自分で用意するんだ。分かったな。なーにそれ、分かりやしたよ。取れているか。よし、俺が生きているうちにこの戦いの記録を残しておく。俺たちアンチの力は絶大だ。この絶望的な状況を覆せるかもしれない。新兵たち、ジョニー、トーマスでさえ強化兵となった途端、一般兵とは比べ物にならない戦力になった。ニューヨーク奪還が成功してから部隊の士気も高まっている。希望が見えてきた。俺たちはきっとイーバに勝てるはずだ。エディ・ウィルソン、階級は少佐。イーバ討伐手段確立していなかった時期から反抗作戦に従事、甚大な被害が出た中で生還した数少ない人物。特殊強化兵で実用化のために行われた実験手術に志願。第一次被験者の中で唯一成功した人類初の特殊強化兵となる。まあ、ここら辺の顔色の悪いおっちゃん。ニューヨーク、やっと取り戻した。片手剣、初期状態では右手に装備できる武装。スタンダードな性能の直刀や多段ヒットの、それ剣？テクチョンの高い担当など、複数種類の剣が存在する条件を満たせば左手にも装備可能になり、
両手に片手剣を装備した双剣スタイルになれる。おお、なかなか面白いな。銃、初期状態では左手に装備できる武装。銃ごとに性能や特徴が大きく異なる。条件を満たせば右手にも装備可能になり、両手に銃を装備した操縦スタイルになれる。何それ、面白いな。これは知らなかったよ。でもそうすると、例えば銃だとテック値が基本的には高いから、テック値が高い銃とそうでない銃を組み合わせた方が良くなるということかな。剣もしかり。拠点メニュー、ここは拠点メニューです。ミッション選択や武装メニュー、スキル設定メニューなどへ移動できます。さて、ちょっと見てみようか。で、ここら辺ウェポーン、これ一番気になってたんだけど、ヘヨちゃん、龍之介か。お前たちの扱う生体武装はイーバの体組織と金属を結合させてできている。それを神経に直接つないだり体内に組み込むことで自分の体と同じように制御できる。画期的だろう。奴らの生体組織やジャンクパーツを得たらわしのところに持ってこい。すぐにでも武器を作ってやる。了解した。ここは武装メニューです。武装の作成、強化、解体、装備などができます。基本武器作成用に素材セットが支給されました。セットは支給されるんだ、武器は支給されないのに。作成素材とエネルギーを消費することで新たな武装を作成できます。選択した素材によっては武装に追加効果が付与されます。様々な武装を作成してみましょう。そうなのか。これ思ったんだけど、素材とか支給してくれるんだったら、どうせだったらさ、兵隊全員で買った素材、買ったっていうか、敵倒したりとかして入手した素材をどっかにストックしておいて、必要なやつらとかに渡していけばいいんじゃなかろうか。それこそ武装自体を自分で取りに行けとか言ってたけど、その必要ないよね、よく考えると。さて、武器、この2つが作成できるっぽいんだけど、これ1回作んないと形状が見れない感じなのかな。これが攻撃力高くて、これが攻撃力プラス、攻撃力は現在使っているこちらの刀と同じなんだけど、テック値がちょっと高いね。どうしよう、攻撃力が1上がるこちらにした方がいいんだろうか。キラーじゃ耐久性を向上させた改良品。ぶっちゃけ、あれしか上がってなくね。アタックね。ラックは何だろう。アタック、ディフェンス、わかる。HP もわかる。テックは、敵の、防御ゲージを削るためだよね、ブレイクさせるために。ラックは運、運が上昇すると入手できるアイテムが良くなるとかかな。ミンが分かんないな。ミン何なんだろう。まあいい。これだろう。リトルストームは現在使用してるやつだよね。で、これか、フルットソイル。攻撃力は上がるんだけど、テック値が下がってしまう。こちらはどちらかといえばテック値が高いものの方が個人的にはいいかな。ウエストテイル。インナースーツ。これは今使ってるやつと違うのか。特殊強化兵に支給される基本スーツ。特殊強化兵基本装備。男性用標準ボディアーマー。あれ、今使ってるやつだよね。男性用メガネ。つけられるんだ。着用者の知的さを享受するファッションメガネ。ファッションなんだ。インナー、これ防御力が5上がるらしいんだけど、今装備してないの、もしかして。現在の装備確認変更することができる。リトルストリーム。で、今使ったやつだよね。オッケー。アーマー、なしなんだ。アクセサリー。特殊強化兵、基本装備。やっぱ今装備してるやつね。アクセサリーもなし。アバターアクセサリー。外見が変わるだけのやつね。エクシードユニット。エクシードがわからんな。ラック13。ラック引く。ということで、武装強化があるんだ。エネルギーを消費することで所持武装を強化できます。また余った作成素材を投入して強化することも可能です。なるほど。強化するとどうなるんだ？ああ、でも最大1、10なんだ。なるほど。巣の元々の、状態が強い方がそれはいいに決まってるのか。例えば先ほど持っていたか出ていた武器の方が当然強くはなるんだ、最終的に。ああ、攻撃力ではなくてテックが上がるんだね。ストレングテン、強化専用素材。レプリタの攻撃から入る。あ、強化専用素材なんだ。強化にしか使えない素材ってことか。マテリアル。レプリタの頭部にある4つ目、作成素材。強化専用素材というのがあるのか。なるほど。これは面白い。
心置きなく使えるっていうことだよね。さて、武器作成、インナースーツの方を作成しよう。これは間違いなく使えるものだろう。防御力上がるしね。作成。イエス。まあ外見が変わんないっていうのはちょっと残念だけど。他のも一回使わないと変わらないのかな。あ、そういえばこれ気になるんだけど、リトルストリームが G1 装備じゃない？これ G3 なんだよ。2は2はね、2ない感じ。ちょっと気に入らねえな、そういうの。どうしよう、これ作っとこうかな。敵の装備を削ることに重点を置いたと。 OK。 高えな、1500か。インナースーツ強化できるんだ。強化するとやはり防御力アップ。おー、いいね。まあ今はちょっとこの足りない装備を作っただけというところにとどめておこう。何がいいのかまだわからないしね。アクセサリーがまだないな。アバター、まあ外見が変わるだけなんだ。じゃあアクセサリーあと2つ。なるほど。素材分解しエネルギーを輸出します。あー、例えばこれか。1つにつきエナジーが1手に入ると、1じゃない、ごめん、100。面白いな。強化専用素材、基本的には強化専用素材のみかのようですね。あ、作成素材もだ。素材ロックっていうのもあるね。ロックすることによって多分分解とかできなくなるんだと思う。あ、分解は素材じゃなくて武装か。よし、戻ろう。さて、気になっていたスキルを見てみようか。こいつはおいおい、いろいろとはかどるな、作成が。あいつ全部作りたくなる。私の担当はあなたたち。特殊強化兵の能力開発。あなたたちは戦闘経験を積み重ねることでさらに強くなれる。特殊強化兵理論を提唱した私が言うのだから間違いないわ。さよか。あなたの秘める可能性、私に見せてちょうだい。およ、この人首かしげてるよね。なんだろう、シャフトのアニメ思い出した。イーブ襲来後に特殊強化兵論を提唱し、イーブに対する術を生み出した、すべてかな、生み出した天才科学者。現在は主に特殊強化兵の手術やメンテナンス、能力開発を一手に担っている。また、イーブ研究の第一人者でもあり、重要人物として厳重に保護されている。常に冷静沈着であり、研究に関すること以外は眼中になり、己の研究成果が形になることは何よりの喜び。なるほど。スキル設定メニュー、ここはスキル設定メニューです。取得したスキル設定したり、ステータススタイル切り替えられます。ステータススタイルとは自身のステータス傾向を複数のスタイルから選んで変更できるシステムです。スタイルには攻撃特化や防御特化などがあります。またこのスキル設定メニューに戻ればいつでも変更可能です。え、攻撃特化とかできるの？重要、攻撃特化。あれ、ミンって何なんだろう。銃での攻撃かな。ジャーナル、ステータス関与、これだ。ミン、エクシードユニットで与えるダメージに影響。エクシードユニット何さ？追加効果の負荷率に影響。あ、ラック、そうなんだ。ドロップ率とかじゃないんだ。ブレイクウィッチに与えるダメージ、受けるダメージ、じゃあ分かりやすいな。OK、分かった。能力制限。バランスタイプの数値を半減した自己制御用ステータス。いや、なぜのために、なんか必要になるものがあるんだろうか。強くなりすぎるとコンボが決まらないとか。どうしよう、無難にこのままでいこうかな。テクニックに特化したステータス、防御。これ防御力上がんないんだ。防御にしても防御力上がんないけど HP がめっちゃ上がる。いや、とりあえずバランス型で。いや、そりゃね、攻撃特化にはしたいけど、このままでいこう。スキル設定、LT スキル設定やっぱりあるんだ。ソードマスタリーかな、あれは。ガンマスリー、アタック、ブーストスキル。このスキルはブーストスキルです。アクションスキルにリンクすることで効果を発揮します。ブーストスキルをセットしてアクションスキルへのリンクを行ってみましょう。了解。スキルスロット。スキル設定は最大5つまで保存が可能です。スキルスロットを切り替えることで有効なスキル設定を変更することができます。なるほど。でかくね、スキルツリー。恐ろしくでかくね。下すげえあるんだけど、これ。うわぁ、すげえある。これ気になるなぁ。どういうのがあるのか。まずこれを見てみよう。拡大、これだ。ソードマスターこれか。あるね。片手剣装備時の攻撃力アップ。あ、じゃあはい。おーイエス。あ、1使うんだ。なんでもともと30。あー、上のスキルか。頑張ったり、10装備時の攻撃力アップ。これ2か。片手剣で攻撃、1500回。あー、やはり攻撃回数によって解除されていったのか。10でそんなに攻撃してないもんな。ソードマスタリー2はすぐ解除できそう。隣あるんかな、さらに。こっち行けるのかな。
なんかちょっと今ほら移動するとちょっとスペースあるんだよこれ。横の方がたまたま見えてるだけじゃねこれ。ほらこっちあるんだよ。なんかあるんだろうなこれ。でも解除の仕方出るんだ。取得条件フロントライン、あ不明あるんだ。なるほどなるほど。ロングソードマスタリー体験で100回攻撃、体験あるんだ。いいこと聞いた、そりゃいいこと聞いた。アローマスタリー弓で100回、クリティカルディフェンス、クリティカルが発生しにくくなるということかな。あーこれはいいや。 HP のアップもあるね普通に。ただもちろん現在スキルポイント、スキルキャパシティかが少ないのでそんなできないけど、とりあえずこの2つは装備しておこう。それ以外装備できないかな。んーで、あやっぱそうだね、ソードアクション、空中下攻撃、これも、あーそうだね、これがやっぱりカウントされてるんだ。ソードアクションスキル1、あ片手剣の攻撃回数でアンロックされるっぽい。ロングソード地上攻撃、取得条件不可、これ多分あれじゃない、ロングソード入手したら自動でとかじゃないかな。アタック、取得条件不可、他の全部アタックはアップだね。デュアルウェポン、あこれ二刀流系じゃない、デュアルウェポン取得が不明だけど、エクシードデストロイが分からない。エクシードユニット解放、解放 2?1 があって2があるってこと。まだ不明だな。とりあえずこれはキャパシティオーバーになっちゃうけど、あそっか、これリンクして、さっき説明があったけど地上攻撃、例えばこれにリンクするじゃないですか、こんな感じ。そうするとあの攻撃だけ強化されるということかな。選択したアクションスキルとのリンクが完了しました。これです。アクションスキル発動時のアタックやテックが強化されます。また一つのアクションスキルに対して何個でもブーストスキルをリンクすることができます。一つのアクションスキルに対してね、たくさんのスキルを均等に強化するか、一つのスキルを集中して強化するか、自分好みのスキルカスタマイズをしましょう。こいつは面白い。なるほど、リンク、あーでもリンクは一つにつき一つなんだ。一つに一つでちょっとおかしなこと言ってるけど、なるほど。そうだね、最初のやつを消してしまったから他のも消えてしまった。コンボ6、ここら辺のコンボは増えなさそうだね見た感じ。さてスライディング、ホーミングブースト、ロングブースト、ホーミングブースト、ホーミングブーストは敵に向かってってことかな。三段ジャンプ、取得不明、ただやはり三段ジャンプというものがあるようだ。ブースト回数プラス1できるんだね。見た感じこのスキルのすぐ的なりしか解放されていないようだから、ここ多分これを例えば取得するとこの横のやつもアンロックされるというものなんだと思う。ここもそうだよね、このソードマスタリー1をアンロックしたので多分ソードマスタリー2がアンロックされたという感じかな。面白いな。こちらの方やはりいろいろあるね。燃焼耐性、手裏剣、空中射撃、忍びの心、忍び、でもまあまだ条件がいろいろと分かりませんが、ご覧調べていきたいと思います。さてさて設定などを見ていたせいで結構時間を食ってしまいましたね。今回は一旦ここで終了したいと思います。次回ミッションセレクト行ってみようと思う。武器の作成は何の素材が後々必要になってくるのか、およい必要になってくるのかわからないので一旦はやめておきましょう。次回とりあえず必要であればやってしまおう。ここで問題はちょこっとコイルが1だけ高い武器を製作するより、もしかしたら現在使用している武器の強化を行った方がいいかもしれないね。まあ見てみよう。どうやら属性などもあるっぽいしな、さっきステータスをいじくっていた時に。これはモンハンよろしく、いろんなボス用に属性武器を作成した方がいいのかもしれないね。まあそもそも現状では表示されている武器以外何も出てないんだけど、他の武器を表示させる条件もまだわからないよね。レベルがアップしたら表示されるようになるのかもしれないし、もしかしたら特定の素材入手で現れるのかも、もしくはゲームの進行だろうか。さてさて、いろいろ考察してもしょうがないので今回は一旦ここまで。また次回でお会いしましょう。ホビドワでした。